今日は2024年2月17日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。今日のテーマは、日本語学校に通えば日本語が話せるようになる？これめっちゃよく聞かれる。私は今はありがたいことに個人のレッスンが増えてきたから日本語学校では教えていないんだけど、前は日本語学校で日本語を教えていたのね。そして私自身もフィリピンとカナダとイギリスで英語の語学学校に通った経験があるから、両方の立場で話せると思うんだけど、でね、最初に答えを言っちゃうけど、日本語学校に通っても日本語が話せるようにならない人たっくさんいる。半年とか1年通っても全然日本語が話せない学生たくさん見た。やっぱり安くないお金を払って学校に通っているのにもったいないなーって思ってた。もちろんすごく上手になる学生もいたよ。でも上手になる学生は日本語学校に通っていなくても日本語が上手になったと思う。なぜなら私の考えは、語学の上達は絶対に勉強した時間に比例するものだと思っているから。日本語学校に通って日本語が上手になった学生は、学校以外でも自分で勉強する時間をちゃんと作ってた。反対に全然上達しない学生は学校だけ。もちろん学校に来れば絶対に日本語を聞くし、例えば漢字テストとかは合格しないと休み時間がなくなるとか、合格するまで家に帰れないとか、まあ、学校によってはあるから、その時だけは勉強するよね。でもみんなよく知ってると思うけど、漢字は一度覚えても使わなければ、復習しなければすぐに忘れてしまうよね。学校の漢字テストは、まあ意味がないとは言わないけど、一度テストのために強制的に覚えるだけでは絶対に不十分だよね。あとはやっぱり学校では日本人と話す機会がない。学校には日本人は先生しかいないからね。そして先生と一対一で話す機会はほとんどないよね。で、最初にも言ったけど、私は英語の語学学校にいくつか通ったんだけど、やっぱりあまり上手にならなかったんだよね。あ、でもフィリピンはすごく良かった。なぜなら先生と私1対1の授業があったから。フィリピンはね、3ヶ月の短期留学だったんだけど、その時が一番英語上手になったかも。反対に私、韓国語は韓国に留学したこともないし、住んだこともないし、学校に通ったこともないのね。だけど今英語より韓国語の方ができるもん。これが答えだよね。だから時間がなくてお金がなくてなかなか日本語学校に通えないっていう人も、安心して、日本語は学校に通わなくても上手になる、ペラペラになれる。私の生徒さんでも日本語学校に通ったことがない、日本に住んだことがない、だけど日本語が上手っていう人いるから。
だからみんなも安心して自分のやり方で日本語を勉強してね。楽しいことが一番だから。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のののでした。バイバーイ。